砂のみ砂のみは、のみもぐ、砂のみかに属するのみ。成虫は、体長1ミリメートルとのみの中では最小である。原産地は、西半球の北緯30度から南緯30度にあたる、アメリカ大陸や西インド諸島と考えられている。アフリカ、南アメリカ、西インド諸島を含む熱帯から熱帯にかけて広く、分布し乾燥した砂地などに生息する。 砂の実は乾燥した砂地のほか豚小屋や鳥小屋の周囲にも生息し、死ゆともに人や家畜、犬、猫、ネズミなどの皮膚に寄生して吸血する。メスは産卵のために人や豚などの宿主内の皮膚に新生寄生して神秘から吸血によって栄養をとる。卵が成熟すると腹部が膨らんで5ミリメートル以上となり、 腹部後段から1日に150個から200個の卵を産卵し死に至る。中卵は砂地に落ちてから数日で孵化。幼虫は途中で1週間から3ヶ月で砂木になり、砂木は1週間から1年で成虫になる。砂のみ症にかかった足砂のみ症は、砂のみのメスの成虫が宿主の皮膚内でネオゾームと呼ばれる主題した構造を形成することで生じる。 寄生虫性皮膚疾患。砂のみの虫体は腸薬力が最高約3.5センチメートルと弱いために、砂のみ症の後発部位は足である。症状は炎症による刺激感や騒用、頭痛など。悪化すると足や指などのガスエソにより切断に至ることがある。また破傷風を併発することがある。直接的な治療は、のみの除去で、 最近による二次感染に対しては、抗生物質の投与が行われる。砂の実の原産地は、アメリカ大陸や西インド諸島で、1492年のクリストファー・コロンブスによる新大陸発見の公開では、サンタマリア号の船員が、ハイチで砂の実による被害を受けた。1861年から1867年のメキシコ出兵ではや営した。 フランスの兵士らが集団で発症した。19世紀終わりのインド人の集団移動では、インドからパキスタンにまで拡大。第1次世界大戦での東アフリカ戦線や、第2次世界大戦でのエチオピア戦線でも兵士が、集団で感染して、被害を受けている。日本では1975年に最初に報告がある。適当な砂地と温度が、中乱の負荷には不可欠であり、日本では、 輸入例から二次発生した事例は報告されていない。ただし発見後早期の対処がなければ到着する危険性もあると指摘されている。2019年11月7日の参議院外交防衛委員会にて、秋野構造参議院議員が砂のみを風が定める、帰り見られない熱帯病に位置づけるべきとただして、稲津久厚生労働副大臣が、秋野議員の指摘を受けて、 事務方が風雨に働きかけを行ったと承知している。その結果、アフリカや中南米で深刻な問題となっている、寄生虫による皮膚感染症、砂のみ症について、帰り見られない熱帯病に含まれるとの世界保健機関の見解を日本政府として初めて確認した、と答弁を行った。砂のみが NTDS に位置づけられたのは、画期的な取り組みである。 ABCDEFGHIJKLMNOPQR 砂のみ感染者の輸入例病原微生物検出情報国立感染症研究所2016年12月31日閲覧 ABCDEFGHIJKLM 山本社のりこ吉田哲也斉藤優子佐々木優矢野由美子小林正樹佐藤智隆 タンザニア連合共和国滞在中に感染した、砂のみ症の一例、日本臨床皮膚会会雑誌第32巻、第2号、日本臨床皮膚会会、2015年、土井、10.3812、ジョックド、32.193、2016年12月31日、閲覧。第200回国会参議院外交防衛委員会、会議録。 アフリカの寄生中対策を強化付日本の支援背景。メディファックス、共同通信。https コロンスラッシュスラッシュ mf.jiho.jp スラッシュアーティクルスラッシュ2011722019年11月8日閲覧。砂の未章は、帰り見られない、熱帯病秋の市の質問に、厚労省が表明。公明新聞。 h t t p s w w w c o m e o r j p k o m e i n e w s p 4 4 0 3 7 7 2 0 1 9年11月8日閲覧。ありがとうございます。